皆さんこんにちは、キスケです。ということで、4周年ファイナルプログラムの情報が解禁されたということで、そちらの方を一緒に見ていこうかなと、思います。まずはこちら。はい、まだまだ続くぜ4周年限定ミッションということで、本日7月12日から対象ガシャが解禁ということらしいですね。はい、僕はまだ引いてないんですけど、皆さんどうでしたか？まあもう引けるんでね、まあ、なかなかラインナップ的には悟空ベジータとかゴジータ4とか入ってるんで、なかなか美味しい、ガシャにはなってるんじゃないかなって思います。でお次、はい、孫悟空全開覚醒ということで、こちらのグリーン属性の、まあ、歯茎悟空と言われている、孫悟空が全開覚醒となります。まあこれに関してはあのパネルのヒントで、まあ、分かってた人結構多いんじゃないかなって思います。で性能なんですけど、何やら、まあ、グリーンかつ劇場版の全開アビリティはほぼ確定かな。おそらくね、喋ってる内容からすると。でカバチェンがその今までにないなんか面白い能力になるらしい、まあ、これはちょっと期待したいですよね。単純な今までの全開からキャラクターとは違うのかなっていう、雰囲気はあります。で、まあ画像とか性能とかは出てなかったんやけど、まあ、夏にまたなんかイベント限定のキャラクターが追加されるようなことを言ってましたね。夏といえばうんたらかんたらみたいな感じで言っとったんで、まあおそらくまたイベントの新キャラクターが追加されるんじゃないかなって思います。はい、まあ、この放送始まる冒頭で、まあ、なんか大きな情報が2つ大きく分けて2つあるんですけどって言ってたんですけど、これで1つ目が終わりですどこ大きいかなっていう感じはするんですけど、まあチャンスタイムの告知っていうか、まあ、結果発表とかもあったり、したんやけど、もう残すは、ファイナルプログラムで実装される、まあ、新キャラクターの情報になります。早速いきますか。新キャラクターこちらになります。はい、もうこれで十分でしょうもうこれで十分やと思います。そう、新キャラクターはウルトラスーパーベジットになります。まあなんていうんかな、予想通りでしたねぶっちゃけた話、まあそりゃそうだろうっていう感じかな。ただね、演出はすげえかっこよかったよ。めちゃくちゃモーションもこだわってたんじゃないかなって思います。でなんか敵キャラにアルティメットご飯吸収ブーがいたんで、まあ、おそらく付属でそいつついてくるのかなっていう、感じです。はい、そして、BGM、これめちゃくちゃ熱かったよマジで。スーパーベジット参戦記念で、夕方パワーゲーム内実装という形になります。これめちゃくちゃ熱かった。 BGM だけで元取ってんちゃうかなっていうそのレベルです。はい、かっこいいね。ということで気になる性能の方をちょっと見ていこうかなと思います。はい、スーパーベジット、まさかのイエロータイプでしたね。まあ、個人的にはパープルかなと思ったんやけど、まあ、4周年のキャラクターと被らせないっていう意味では合っとったんやけど、まあ、ウルトラ海洋剣ブルーとは合わせてきたね。イエロー属性でタイプが防御タイプ、サイヤ人スーパーサイヤ人合体戦士ポタラで、 Z アビリティが合体戦士、もしくはサイヤ人の基礎打撃と射撃防御力を 38% アップと。でウルトラアビリティが自身がリーダーの場合、余ダメージ 30% アップ、気力回復速度 30% アップ、リーダーでない場合合体戦士か、まあ、ウルトラゴジータと一緒やねんじゃ。はい、で、お次こんな感じ、ちょっと ちっちゃいけど許してね。ユニークアビリティ、バトル開始時自身に以下の効果を発動すると、余ダメージ 110% アップ、被ダメージ 50% カット。余ダメージ 110% アップやってじわじわくるな。で場に出た時、余ダメージ 20% アップ、被ダメージ 20% カット。まあ分ける意味あんのかなって思うんやけどね、まあ、こっちは消去不可じゃないんで、まあ、消せるよっていうことか。まあでも通常
普通に考えたら 130% で殴ってくるって感じやね。うん、恐ろしいな。で、自身が打撃射撃圧を使用するたびに、気力を5回復、自身のドロー速1段階アップ。ほう、打撃射撃使うたびに、これは怖いぞ。敵全体に被ダメージ 15% アップの能力低下。うん、これって重複可能でしょ。負荷って書いてないもんね。どんどん被ダメージ上がっていくってことか。これはちょっと恐ろしいな。自身の体力が0になった時、一度だけ体力を 30% 回復。はい、踏ん張り持ちすごいね。打撃圧の攻撃に対して特殊カボチェン、うん、必殺と特殊圧で追撃可能という形になります。で最後、自身が場に出てる時、敵が打撃射撃圧を使用するたびに、ユニークゲージを 10% 回復。敵の攻撃終了後、自身に以下の効果を発動すると、体力 10% 回復、発動回数7回、ユニークゲージを 20% 回復、味方の待機カウントを1カウント短縮。このユニークゲージはどんどんあれなのかな、減っていくタイプなのかな、身勝手みたいに。どうなんやろ。自身の打撃圧の発動から、突進終了までの間、自身のユニークゲージが 30% 以上の場合、うん、敵のタップショット射撃圧に対して、ユニークゲージを全て消費してカウンターが発動すると、敵に衝撃属性のダメージを与える。この攻撃によるダメージは打撃圧扱いとなり、使用したアーツカードにアビリティが付与されている場合はその効果が適用される。この攻撃によるダメージ では、敵は戦闘不能にならない。自身のユニークゲージは自身が場に出ている間減少し、控えにいる間回復する。あ、身勝手みたいな感じだね。うん、これはどういうことなんやろ。ユニークゲージが 30% 以上の場合、ユニークゲージを全て消費してカウンターが発動する。まあ、だからこれが 70% だろうが 100% だろうが、 30% を消費するんじゃなくて全て消費しちゃうってことなのかな。どうなんやろ、その辺ちょっと難しくね。で、カウンター発動時、自身に以下の効果を発動すると、気力20回復、打撃のダメージ 100% アップ2カウント。敵がカバチェンジに発動する専用アクションを無効化する10カウント。まあ強いやろうないろいろ書いてあるし、なんかわりかし今までにない、まあ、能力じゃないですかやっぱり。けどまあただ一つわかるのが、まあ、弱いはずはないなっていう感じかな。だって4周年の最後の最後でなんか微妙じゃねっていうキャラクター出すわけないと思うし、個人的には恐ろしく火力高いんじゃない？うん。なんか防御らしい、防御タイプらしい能力っていうのは、なんかそこまで見えないんですけど、まあシンプルに火力を出せるキャラクターっていう感じなんじゃないかなって思います。うん。究極アーツも持ってるしね。はい。っていう形になります。まあぶっちゃけた話、予想通りっちゃ予想通りやけど、まあいざやっぱり演出とか、見てみるとクソテンション上がるねすごいテンションが上がります。うん、まあ、絶対強いやろうし、でこれに付属するキャラクター、おそらく1体追加されると思うんですよね。アルティメットご飯吸収部が、まあ、通常スパーキング枠として追加されるとは思うんやけど、あ、追加されへんのかな、どうなんやろ。ウルトラキャラクターはウルトラだけかな、今までそうやったっけ。ちょっとその辺は予想の範疇を超えないんですけど、まあこれはクソ楽しみですね。うん、まあようやくってこともないか、結構コンスタントにウルトラキャラクターが追加されてるけど、もう色かぶせてくるとは思いませんでしたね、ぶっちゃけ。うん、ただまあこれでウルトラゴジータとウルトラスーパーベジットっていうなかなか凶悪な並びが完成すると思うんで、これは非常に今後のレジェンズが楽しみになってきましたね。はい。ということで、いかがだったでしょうか。まあ、個人的には、すごく、うん、まあ、満足いくかなっていう。ちょっと情報少なかったんじゃねって思うんやけど、まあまあ、スーパーベジット見せてくれたら、十分でしょうと。
いう形になります。はい、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。